おはようございます。スリコー TV です。これ変えました。レイドジャパンのキラー D っていうことでね、人気のレイドジャパンから気になるトップウォータープラグがね新登場っていうことで一つ手に入れてみました。しかもね、個人的に大好きなレッドヘッドカラーがあったのでね、近くで見るとこういうちょっとねラメラメが入ったような感じので、後ろはこう乳白色な、ね、ボーン素材かな、こんな感じのねルア手に入れてみたので早速開封していきたいと思います。まずまあパッケージはこんな感じでキラー D っていう感じでね、書いてありますけども、裏にはこう説明書きがねたくさん書いてあってね、結構ね大きめのパッケージでね釣り具屋さんでも目立ってましたよ。じゃあね早速中から出してみたいと思います。はい、出してみるとこんな感じ。一番最初に感じたのが結構ずっしりきますね。重量感がねある、まあなんていうかビッグバドを想像してね買ってきたので、バドよりもね結構ね重めな感じなんで、これは飛びそうだなというところと、こういう感じでリップが金属ですね。でその金属リップによって多分ラインが傷つかないようにかこういう感じのね専用のね部材が使われていて、メインラインをこうちょっとリップから遠ざけて多分ここら辺がぶつけたりしてねギザギザになったりするとこうノコギリみたいになっちゃったりすることもあるかもしれないので、多分これはねその絡み防止とそのラインの、傷つき防止でついてるんじゃないかなっていう感じで、頭がレイドジャパンのマークが入ってますね。顔周りはねこんな感じ。ちょっとこの針の取り付けのところが一段ねこういう感じの段差があってね、ボディからちょっと距離が取られるような作りになってますね。これってちょっと後で説明書き見てみたいと思いますけども、この手のルアーってあの羽物なんかもそうですけど、ちょっとボディからこのフックを離してそれでフッキングを良くするなんていうねスプリットリングを増やしたりするチューニングがあったりしますが、そんな感じ、まあ最初からそういうチューニングなしでもボディとフックの距離を確保してなんというかフッキングを良くするって狙いがあるのかななんて妄想してみたり。はい、でお尻の方を見ていくと、こうピョンとね飛び出してますね。ねでそこにこんな感じのね、金属パーツがついていて、で今ねこれちょっとチャラチャラしてるだけでもすごい感じるんですけども、非常にいい音を奏でてくれる。これはねなんだろう、まあちょっといい釣れるための要素だと思うので、これがね金属のがねビッグバドなんかで言うとあのカション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 って規則正しく聞こえてきて、でガバーっていう感じでね出るっていうそういうゲームだと思うので、このね金属パーツなかなか重量感があってとんでもっていい音を出してくれそうだな。でこのなんだろう金属の、取り付けるところが上に設定されてるじゃないですか。これってのはあのビッグバドなんかでもあったこの重心重いところをねこの重心を上にして、それによってこうたまにの規則正しいんだけどたまにしどるっていうんですかね、こう不意に予測していない動きを出すようにそういう狙いがあるんじゃないかななんていうふうに思います。ね、バドなんかもね改造してこの後ろのヒートンね直付けのものとかねそうじゃないものとかがあって、でそれをこう長いヒートンに変えて上にね、上げてあえて不安定なね、動きにしたりとか、ね、そういうチューニングがすごい流行っていたり、しましたけども、
もうね最初からそこら辺もねオマージュというかなんていうかこう、踏襲されてるよっていう感じですかね。本当あの面白ルアービッグバドに対してのレイドジャパンからの回答っていう感じで、でこの手の形ってのがね全然魚っぽくないんですけど本当にね釣れるんですよね。ビッグバドを似たルアーとしては例えば自分なんかあの今勝のフジェットなんかねよく使っていましたけども、あれなんかもねすごいよく釣れたし、まあ何よりもねやっぱビッグバドが一番釣れたなって印象があるんですけども、出しどころとしてはこう最近ね暑い日が続いてますけども、夏のもう暑い時の朝まずめ人流し目とか、はたまたね夕方のねちょっとね魚が、ベイトを追い回すよみたいになってきた時間とかっていうイメージなんですけども、ドッピー缶のね真っ昼間の中層深めとかでもねバコーンって出たりするんですよね。そういった意味では本当まあ真冬とかちょっと出づらいかもっていうのはあるかもしれないんですけども、春からね秋の本当深いところまでずっと釣れてくれるジャンルのルアーであるなっていう印象はあります。まあこれについてはねまだね開けたばっかり釣ってないですけど、ビッグバドに関してはまあそんな感じで、で他のトップウォーターがなかなか釣れないなーなんていうね、うわ今日ちょっとだいぶ冷えてきたなーなんていう、ちょっと寒くなってきた季節なんかもペンシルベイトとかポッパーだと出てこないんだけど、このバド系のルアーには出てくるっていうね、そういう不思議な魔力とかも持ったルアーなんじゃないかなと、思います。ビッグバドなんかはね本当ね11月の末とか12月の初めでも結構ガチで釣る気でね、使ってた時はね投げていた印象があるんで、これなんかもね、そういう感じで活躍してくれるんじゃないかなとね期待しております。で裏にこう説明書きがあったのでちょっとね見てみたいと思います。ですね、キラー D はその見た目とは裏腹に水面をゆっくりただ巻きするだけで心地よいサウンドを響かせながら水面を引っかき回しモンスターを食い上げさせる不思議な力を持ったルアーです。で使い方、キャストしてゆっくりとただ巻きしてください。この時ラインを引っ張りすぎずキラー D が、最も気持ちよさそうにアクションし、それに伴いテールブレードが、湿り気を帯びた、甲高く心地よい金属サウンドを響かせる。リトリーブ速度をキープするだけ、あとはキラー D が勝手に魚を引き寄せます。ロッドポジションは足場の高さとルアーの距離などによって変動しますが、高すぎず低すぎない位置に、調整することでグッドサウンドをキープすることができます。強烈な、乱水流と甲高い、金属サウンド、キラー D の特徴ともいえるボディ、後端のカップ状のくぼみはツンズモリボディを伝う水流を強力に巻き込んで、後方に強烈な乱水流を発する特殊ギミック。キラー D の後方に現れる複雑かつ厚みのある波紋を見ればカップ状テールデザインが引き起こした、乱水流がいかに強大であるかわかるはずです。そしてその乱水流に揉まれることで威力を発するのがブロンズ製オリジナルテールブレードの存在。通常のブレードとは異なり管楽器やシンバルなどで、使用されるブロンズをブレードマテリアルとして採用することで、高質で、甲高く伸びのある、上質な金属サウンドを実現しています。サウンドはアクション、振り幅、水面との距離、振動のピッチ、ブレードとボディの距離、ブレードサイズ、重さなど様々な要素をバランスよく調整することで発しています。ジュラルミン製高強度メタルプレートリップ、大型ボディのキラー D に軽快なアクションをもたらすために高出力パーツがジュラルミン製のメタルプレートリップです。絶妙な角度にわずかにクランクさせることでアクションの軽快感をもたらすとともにボディを前傾させて、ブレードと水面の位置関係を適正に保つ露出角度を調整しています。これにより金属サウンドにプロスして、くぐもったような生めかしい音質をもたらしております。でオフセットフックポジション、前後のフックハンガーに台座を設け、ボディとフックの位置関係に適正な距離を設けることでフッキングの性能を向上させております。ということで、説明書きの方で見てきて気になったところはここのこのくぼみですね。これねくぼみがあるんですけども、
ここがアイデンティティという感じですかね。ここのこのくぼみがあることによって、複雑でパワフルな、水流を後方に発生させるよっていうね、それとこのブレードが相まって、まあサウンドが重要っていうところをね、説明書きのところで非常に推してましたね。まあここら辺の作り込みによって、なかなか現代バージョンのビッグバードといった感じの最新のね、音と水流釣れるね要素が発生するよっていうようなことが書いてあります。でこのやっぱりね、台座を設けたところでこのフックとボディの適正距離を保ち、フッキングを良くするよっていうのも書いてありましたね。でここをメタルリップにすることによってこうちょっと前傾姿勢になって、これによってお尻の方で魅力的なねサウンドを規則的に出すよっていうね、こんな感じで書いてありましたね。まあこの手のルアーはね、本当ダム、霞ヶ浦水系とかの広い、浅いところ問わずね、あと野池とかもね、本当ね、使ってみるとああっていう感じのねバイトが得られるっていうのはね、まずあると思うんで、自分もねいろんなねところに持って行ってはとりあえずね投げ込んでみたいななんていうふうに思います。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンの新作トップウォータープラグ、キラー D、これをね買ってきて、開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。